ラウト分かってきました。肩のちょっと痛いのも我慢して投げてます。スピードも遅いから今58枚ぐらいですね。惜しいな。もうちょっとボールが勢いのが欲しいな。さて今日はね、まあ初ジンバルの撮影でなんか縦技しかまだ分かんなくって、いやなんか終わりそうですね。さて最後の1球、いや痛い。はい、ありがとうございます。裏か表か分かんないけどもね、ありがとうございました。いやボールが返ってくるかな。あ、ボール返ってきたけどもちょっと撮影方法が違うから元に戻します。これで映りますかね。今日ねビッグボーリングのバウンス、あのねボールをね間違えて持ってきちゃったんですよ。同じボーリングビッグボーリングのシムを持ってきたんですけどね、サラのボールを持ってきました。とぼけてますよね私も。でもねちょっとこう試しで何も入れないで投げたりしたりしたんですけども、まあ昔よく全然知らないボールをですね、知らないボールをね開けて投げるときに、開ける前にね重さバランスのあれを取りたいと思ってやってましたよ。よくそのこういう形で投げてバランスの中玉のバランスをよく知るために、こっち落ちるのかこっち落ちるのかこう落ちるのか、そういうのをこう研究し持って投げてます。穴開けてます。まあ今日はねいろいろ、まあ先々週に比べたらちょっと1時間半ぐらいねかえってゆっくり投げてます。まあ今日はねもうボーリングその好きな弱小メーカーの好きな池尻がビッグボーリングを持ってきまして投げてました。ありがとうございました。映ってるかな、またな、手がね、わーギリギリ映ってる、手も痛い、押さえてるんですよね今日は。でも投げてる割にはあんまり汚れてない。ありがとうございました。いやー今日も一日ありがとうございました。またねー、バイバイ。